人は我が恋人相田カシモフ。皆さんおはようございます。ちょっと鼻の下に赤いニキビができているけど気にしないで。さて今週は文学の世界へ私は飛び込んでみたいと思うんですけども、その文学という言葉がぴったりの美味しすぎるゲスト、第一プロ松本のり子ちゃん。グバレグバレ。第一プロといえば私も所属している2人は同じ事務所。第三か前村はー学生時代立ち読みとかした？立ち読みはあんまりしなかった。あ、本当？うん、どういうの本読んでた？私はね、あの江戸川乱歩さんとか、あれだだだ西村京太郎とか。ほら、あの西村京太郎さんだったらなんか列車の殺人事件とか。そう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 、すごい好きで、今でもあと林真理子さんとか。林真理子さんも結構読みやすいっていうか、共感読んじゃうよね。じゃあ今日はこの番組で情報ワンダーランド本屋さんいろいろ探りたいと思うんですけども、まあここはですね、神田である一番大きな本屋さん、書店グランデ。グランデさん。はい。じゃあここでいろんなね本をちょっと探りましょう。はい。それじゃあ行ってきます。あ、ちょっと戻しとかなきゃいけないです。読まない癖がこっつけちゃうから。わけわかんない。この番組は楽しさ無限大セガエンタープライゼスがお送りします。横斜めクリア頭開眼コラムスメガドライブでセガ噂のあいつがやってきた、もう街中がエキサイティング、メガドライブ DJ ボーイ。そしてウィプラッシュ最強兵器パワークローで敵を叩き潰せ、メガドライブで緊急発進ウィプラッシュ。セガまた一つテレビゲームの神話が生まれる。メガドライブだけに許された超大型ロールプレイングゲーム、バーンメリオン。ちょっと見てほしいわ。違う人のね。あ、じゃあちょっと好きなページ見してもいい？うん、すごいいっぱいある。あ、これ。え、これ。こっち？うん、どっちも好き。すごい綺麗。本当？似てないね。これは誰だよ。あとね、あとほら、あ、雨見ちゃうと。あんま見ちゃった。あんま見ちゃった。感覚ない。いやー、この胸の感じが。寄せてるんだよね。そう、こうやって。森口博子さんの写真集のことなんですけれども、はい、売れ行きの方がすごいなんかいいみたいで。そうなんですよね。意外と売れちゃってんですよね、これが。森口博子さんのセクシーポイントっていうのはどこでしょうね。ああいう顔して結構おっぱいが大きいんですよね。でっかいそうですよ。要チェックですね。やっぱり写真の構成とか、まあ山ほど何千枚と撮りますので、それからどう選ぶかと、あと本人と、どういう写真を使ったり、まあ僕らの用語ではネガチェックって言ってるんですけども、チェックしながら入れていくと、そこが非常に重要ですね。なんかビデオの方もなんか、そうなんですよ。あらまー、これがね、なかなか傑作なビデオで、森口がモノマネなんかいっぱい入れてます。最高です。今もう発売されてますので、皆さん、買ってください。よろしくお願いします。どこだろう、好きなページ。好きなページはね、あ、今の綺麗じゃん。結構これこれとかほら、結構ほら、結構これちょっと頑張ってるでしょ。19だからもう3年ぐらい。結構さ、アイドルってみんな頑張っちゃうのよね。結構ね。なんかさ、知らないさ、人とか見ればこんなに大胆になっちゃってるのが、みたいな。でもみんなの大胆だよ、キリって。すごかった、見たら。第一プロ軍団。でもすごいよね。本当？でも何にもさ、クロクロで決めちゃって。肩を結構落とす。肩ひもさ、野村さん。そう。好きでしょ。髪型だから結局落ちちゃうんだけど、いいよいいよって言ったんで、こう下げて。イヤリングを壊してまで興奮したり
ります。あの時のあれでしょ、撮影風景思い出してるんでしょ。あった、そう。なんかだ、でも私ギリシャ行って撮ったんだけど、すごいなんか綺麗で、うん、ギリシャはいいよね、うん、なんかその雰囲気の前なんか古代のロマンを感じるって、うん、すっごい良かった。私はワイハだったの。ワイハなんかいい、普通の南の島って感じで、でも開放感、そう、ね、だからなんか、あ、いけない、いけない、あ、あ、私って、あ、女に笑わせてみたら森口博子さんのこの写真集をお取りになった業界ナンバーワンの野村誠一さんのオフィスにやってまいりました。早速なんですが、森口博子さんの写真集についてなんですけれども、なんか私見せてもらったんですけれども、大人っぽい女の人って感じで驚いちゃったんですけれども、現場ではどうだったんですか？うん、そうですね、まあ普段ねテレビでこう見てる、僕らが見てるね、ひろこちゃんのなんていうのかな、こう明るい感じはね普段もずっとあるんだけど、こういざこう撮り始めるとね、すごいこう写真でもあるようにね、すごいセクシーですよね。こう例えばさ、お尻とかでヒップから撮りたいって言うでしょ、そこを撮りたいって言うと大胆にこうするからね、あ、いいのかなってこう思わず鼻血が出ちゃって思わずそういうのになったりするわけだから写真撮っててもね、こうドキドキするよね。撮る秘訣っていうのがあるんですか？実際自分が本当に女の子をこう綺麗に撮ろうとした時には、本当にこう自分がね相手のことを好きになって、相手に自分が本当に自分が相手のこと好きだってことが分からないといけないわけ。よくあるでしょ、こう太った子にね、デブな子にさ、俺はお前のデブ好きだよなんて言ったってさ、バカ野郎って言われちゃうでしょ。そりゃそうですよね。でもすごくさ好きになってさ、恋人同士になればさ、ね、でいつも一緒にいてさ好きだってこと分かればさ、俺お前の太ってるとこすごく好きなんだよって言えばさ、女の子も納得するでしょ。そうですね、うん、でもそれが分かるまでさ、なかなか難しいよね、うん、でもひろこちゃんみたいに綺麗だとすればさ、綺麗だからって周りの人がね、こう本当にそう思ってね、こう言えばね、実際にこう、あ、じゃあそうなんだって分かってくれれば、いいですよね、うん、そうすればもう全然おかしくないでしょ、うらやましくなっちゃいますよ。でも綺麗じゃん、すごく。この間お世話になりまして彼女もすごい綺麗なんですよ。こうね、ちょっとこう気痩せしてね、こうなさそうにこう見える子をね、バストもすごく着てね。ありがとうございます。着てます、着てます、着てます。ガチョーン、じじゃん、ミスターマリックさん。そうです、かつて私もこの人の芸を、芸というかまあ超能力を目の前で見てあっと驚いたことがありますが、最近はですね、こういうなんかジャンルの本、まあ幽霊のお話とか、あと死後の世界とか、まあ幽体離脱の話だとか、こういう本がですね若者に受けてるらしいんですけど、のりりん早速なんか見ます。世界に入ってなかった？そう、なんかね、いろいろビデオとかもあるし、うん、何それ、こう幽霊の名所案内で、え、何、怖くない？このビデオは一人で見ないでくださいみたいな、夜夜でもこんなに本があるって知らなかったな。ねえ、特にここはたくさんあるよね。あ、こっくりさんとか流行ったね、流行ったね、なる学校放課後みたいな、そう、夕暮れ時みたいな、密教呪術、私たちの前なんだろうね、ねえ、120種類の120の、あ、すごい、ハイボレのようにいらっしゃるの。この本を編集した柴と申します。これはどういった本ですか？これはね、あの密教呪術って、まあ、呪術おまじないですね、はい、その本なんですけれども、はい、最近あの若い男の子たちの間では流行ってるんですよ、例えばこうあの手を合わせる、これ陰と言うんですけれども、陰を組んでですね、このここに書いてあるのが真言、マントラなんですけれども、はいはい、この真言を言うとですね、いろんな力が手に入る。へー、じゃあちょっとあの立ち読みになっちゃうんですけども一個なんか私たち教わってもいいですか？そうですね、あのすごくいいものがあるんですけれども、愛染明王の秘宝っていうのがあるんです、普通に合わせるように指を2本こちらにずらすんです。右手を上に、はい、これで、そうです、どういう効能があるんですか？これでですね、これでうんとこの相手に向かって、うん、うん、そうです。そうするとですね、そのかけられた相手はですね、馬が浴場するがごとくあなたのことを好きになるんです。日本全国の友達が松本のりりんと森口のせーの密教呪術といえばご存知このクジャク王ですね。今日はこれを書かれた小木野誠さんの仕事場にお邪魔しております。このクジャク王なんですけどね、これ書こうと思われたきっかけというのは？そうですね、昔からこういうの好きだったんですね。
この手の、なんていうんですかね、仏教とか、精神世界という、そうですね、それを言うのはどうなんですか、全部資料を調べて。そうですね、一応あの、なんていうんですかね、嘘書いちゃうといけないもんだから、とりあえずこう、なんていうか、専門の人も、ある程度許してくださるんじゃないかというところのあたりは一応調べて一生懸命やってますよね。一生懸命ね。いやもうこれ大変なもんですけど、今後ろでアシスタントの皆さんが一生懸命仕事してらっしゃいますけども、今クジャクを書いてるところですか。いや今はですね、新しい連載で、アルゴというアルゴ、ゲームのアルゴリズムから撮ったんですけどね、こうゲームの上手い少年がいろいろ活躍する漫画を今書いてるんですけども、いいですね、それはね、この番組ぴったりですよ。そうですね、まあこういう本職に限らず、今度は今度というかもうだいぶ前になりますけど、セガでクジャク王のソフトの出ましたね、出ました出ました、あれもまたびっくりしたんですけどもね。あれどうなんですか、先生がいろいろと指示をして。そうですね、大体こうしてほしいという線は一応お伝えして、でいただいたんですけども、セガ本社の研究開発部にやってまいりました。これからこのクジャク王を開発された方にお話を伺うんですが、このソフトで苦労したところといえば、まず最初に、クジャク王2幻影城というビデオが出てるんですけれども、その中の荻野誠先生の世界を忠実にこうゲームの中に反映させるっていうのに一番苦労しましたね。じゃあ絵作りとか、キャラクターの性格とか、そうですか。その他今開発中のソフトを教えていただくことは。それでしたら、荻野誠先生とまた新しくプロジェクトを組んでるんですよ。あら、これはもしかしてクジャク王3とか。いや、そうではないんですけど、違うシリーズで、荻野誠先生が、今度ゲーム用に新しくシナリオを書いていただいて、あとキャラクターも荻野誠先生に書いていただいて、また新しくプロジェクトが今走ってます。それはどういった内容。まあもう少し経ってから、ま、言えない教えますが、この部屋の中に入ると分かるとか、そういうのはないですか。ちょっと行ってみましょうか。ちょっとそれは残念、立ち入り禁止。その代わりこれから出番を待つニューゲームを君だけにそっと教えよう。人気の F1 カーレースがゲームとして登場、スーパーモナコグランプリ。続いて主人公飛龍の素早い動き、ジャンプを生かして宿敵の名王グランドマスターに立ち向かうストライダー飛龍。そして話題沸騰間違いなし、あのマイケル・ジャクソン自らアイデアを出したというマイケル・ジャクソンズ・ムーンウォーカー。以上3ゲームの登場までもうちょっとの辛抱。ノリリンはちなみにゲームとかはたまには、あんまりやらない。本当、じゃあぜひね、おすすめするものがある。メガドライブの、コラムスっていうゲームなんだけど、この間私がね、渋谷のアミューズメントセンターっていうところでね、いろんなゲームが置いてあるところなんだけど、そこで私も初めてトライしたのね、で結構自分もめんどくさがりだから、ちょっと無理かなと思ったんだけどね、これは全然すっごい、これはね、今日発売、これは発売はね6月の下旬、だから結構これはね、なんかちょっと鈍そうなノリリンとか私には、もう私ね、そうだ、根気がなくてだって。でもこれはね、大丈夫よ、トライしてみよう。これ世界初元祖コラムス選手権じゃーん。今日は群馬県館林のおもちゃのハローマックにやってきました。たくさん集まってます。ちょっとお邪魔しますよ。縦に3個連なった宝石を落として、縦横斜めに同じ種類の宝石を3つ揃えて消していくというのがベーシックルールです。さあ、ということで1番がですね、541,121で終わりました。残っている4番が今421,150。さあ、これで4番が1番の点数を抜けば優勝。あ、抜きました抜きました、今55万になりました。4番の堀越くんが優勝。感想したことどうぞ。疲れましたね。疲れた。いやー、君コラムス何回もやったことあるの。あ、まだ2回くらいです。2回目だこれ。優勝の堀越克彦くんには16ビットのハイパワーメガドライブをプレゼントしました。よかったね。
番組を見ている君たちにも抽選で3名の方にメガドライブと今日紹介したコラムスのソフトをプレゼントします。宛先はご覧のところです。すごい、こんなたくさんコミックもあって迷っちゃう。あ、スパでもおなじみの中尊寺さん、親父ギャル、これは今もう親父ギャルを知らないっつったらあなた世間の潜りですよ。え、ワンレンでちょっと見た目はいい女なんだけど、まあやることは親父っぽいっていうか、なんかこう仕事の前はカーペとか着られたりとか、あとゴルフやったりとか、まあ、居酒屋は日本酒に限るみたいな、あとリアクションアンチキショーみたいなね、結構意外な行動がね、まあ世間一般では受けてるようですけども、まあこれだけあるとね。あ、シャコタンブギー、これねちょっと手前見せなんですけど、私はなんとこの挿入歌を歌ってたんですね。あのちゃんとサントラマンっていうか出てるんで、もしよかったら聴いてみてください。すごいあのいいバラードと、あとノリの1曲2曲私歌ってますんで、一つよろしくみたいな。新井は今渋谷にいます。漫画が大好きな人やたまらない本屋さんがあるんですよね。その名も漫画書店、そのまんま覚えやすいですよね。あーすっごいですよ、漫画本だらけ。漫画本だけで5万冊もあるそうですよ。5万冊ここ見てください。ちゃんと書いてありますけれども、立ち読みだけはやめましょうね。こういう風な漫画が傷んでしまいますから、立ち読みだけは絶対やめましょう。あれ、ああいう順にちゃんと並んでんだ。50音順に並んでるんですね。そういえば私のおすすめ作品があるんですよ。吉田戦車さんっていう漫画家の方なんですけれどもね、すっごい面白いんですよ。おすすめ、おすすめ。吉田さんだからここですよね。あった、これこれ私のおすすめ作品です。ぜひ読んでみてください。すごい面白いですからね。内容ちょっとだけペラペラと、ちょっと買ってちゃんと見ましょうね。最新人気少年漫画単行本、おいしい売れ筋ベスト5、パフパフヒュヒュ。第5位はじめの一歩、森川ジョージさんです。いじめに負けずプロボクサーへの道を探る90年型スポーツ根性漫画、週刊少年マガジンに連載中です。第4位はジャン、沈黙の艦隊、川口海士さんです。人の心を鋭く描く川口海士さんが潜水艦を舞台にしたサスペンスに挑戦、超話題作。第3位はジャン、バスタード萩原和志さんです。魔界コミックに新境地を開く萩原和志さんの代表作、週刊少年ジャンプに連載中です。第2位はジャン、サザンアイズ高田雄三さんです。現実と虚構の世界を見事に溶け合わせる高田雄三さんの大ベストセラー、ヤングマガジンに連載中です。栄光の第1位はジャン、少年アシケ森下博美さんです。超人気の4コマ漫画です。アザラシのゴマちゃんも大活躍、週刊ヤングジャンプに連載中です。私もファンなんですけれどもね、4コマ漫画で面白いですよね。やっぱり1位ですね。時を司るのは神か悪魔か、1本で4つのエンディングが楽しめるキングオブ RPG、 時の継承者ファンタシースター3、セガ発売記念ダブルキャンペーン実施中。スクランブル、スクランブル、アフターバーナー2発進成功、誘導ミサイルとバルカン砲で敵を叩け、君のコックピットに逃げ場はない、ドッグファイトシューティングの傑作アフターバーナー2、メガドライブに極まる。そしてSF アクションシューティング巨編、重装騎兵レイノス、フルアニメーション SF ムービングアドベンチャー、サイオブレイド、今メガドライブから目が離せない。セガー、あーどうもお疲れ様でした。じゃあまた来週もよろしくお願いします。あまりげさん、すみません、朝スポの噂の噂担当してる藤沢ですけどね、はい、ちょっと話聞きたいんですよ、はい、お願いしますね。ですね、スキャンダルのことについてなんですけどね、メガキッズ劇場最新作フェニキュアの謎、ま、
私自慢じゃないですけど、スキャンダルになるようなことって一つもないんですよ。でもね、薬丸博秀と石川秀美だってね、ああなるとは誰も知らなかったでしょ。まして妊娠6ヶ月ですよ。あなただってあるんじゃないですか。まあまあ、ちょっと次の仕事ありますね。ちょっとね、噂立ってるんですよ。お疲れ様でした。お願いしますよ。ちょっとだけ。なんだあいつ。たくしつこいやつなんですよ、朝スポの藤沢ってやつは。はあ、あれだよ、男関係には十分に気をつけるようにね。だから22歳だったんだからね、スキャンダルの一つないことないんだから、ああいうのちゃんとガードしててくださいよ。はい、わかりました。それ話変わるんだけどさ、渡辺さん、これ買いにしよう。うん、こういうね、この間アンティーク屋さんで買ったんだ。いいでしょう。その指輪を捨てなさい、さもないとお前さんの身の回りに恐ろしいことが起こるぞ。悪いことは言わん。朝スポの藤沢だけど。あ、藤沢さん、おはようございます。写真頼めるかな。いや、実は森口博子なんだけどね、どうも男ができたっていう気がするんだよな。え、あの森口博子が。本当？いや、というのはね、今まで見たことのない変わった指輪してるの見ちゃったんだよ。なんだ、指輪ぐらいで疑っちゃってるな。とにかく怪しいんだ、スクープもんだよ。でさ、写真一発撮っときたいんだよ。ま、仕事とあれば何でもやりますよ。しがないフリーカメラマンだし。そうこなくっちゃ。あ、でさ、今んとこ俳優の小森谷徹との対談という名目で写真撮っとこうと思ってんだ。うん、詳しいスケジュールまた連絡すっから。うん、じゃあね。よし。森口弘子のスクープね。彼女の指に光る森口と同じ形の宝石、一体どんな謎が隠されているのだろうか。いや、今日は改めて本屋がすんばらしいっていうことを私は身に染みました。まあね、街角とかでも本屋さん見かけて、別に買うものはないんだけど、何気にこうなんかこうヒューッと吸い込まれるように入ってしまうのがなんか本屋の魅力だと思うんですけども、まあたまたま買った一冊が自分の一生を変えてしまうっていうこともなきにしもあらずっていう感じですけどもね。まあこういうテレビの影響力もすごいですけど、やっぱり活字の力も大きいなっていうのをね感じました。まあ皆さんも、まあ、本は生涯の友ということで、まあ、これからもいろいろいい本と出会っていろいろお付き合いしてほしいと思います。もちろん私の写真集も買えよ。それでは来週も見てね。バイバイ。縦横斜めクリア、頭開眼。コラムスメガドライブで。セガ。噂のあいつがやってきた。もう街中がエキサイティング。メガドライブ DJ ボーイ。そしてウィープラッシュ。最強兵器パワークローで敵を叩き倒せ。メガドライブで緊急発進。ウィープラッシュ。セガ。また一つテレビゲームの神話が生まれる。メガドライブだけに許された超大型ロールプレイングゲーム、バーンメリオン。セガ。この番組は楽しさ無限大セガエンタープライズがお送りしました。今日はどうやった？また見てちょー。